はい、で上を押さえておいてもらってカシャカシャとしてもらって下に入れて、はい、これもやっぱり特殊工、あ、それはもう特殊工、うん、とかカッポジがないですよ。あんな感じでバケットのパワーで使う。やっぱりあれかな、まあ、そのまま掴んじゃっても OK。 食べておけ。はい、でピンを押してでシュッと上げて、うん、で差し込むのはどっちからでも、はい、うん、これで OK ですね、うん、渡辺さん、スベルハンドの購入の動機をちょこっと教えてもらえて。やっぱりちょっと掴みたいものがあって、うん、今まではこうロップでやったりワイヤーでやったりしてたんですけども、はいはいはい、うん、これをちょっと見て、これはいいなという感じで、はい、最初は作ろうかなと思ったけどそうはいかないかなと思って真似して作ろうかなと思ったんだけどね、うん、なんかトラクターのロータリーのあれ、はいはいはい、あるから、うんうん、それでやろうと思ったんだけど、うん、そうもいかないかな、うん、まあ一回つけちゃえばね元取っちゃいますよ。どうですか今ちょこっと使って。いい感じですね、うん、いい感じで使います。まあ便利に使ってやってください。使いがいいですね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい。